ティオ、本当に大丈夫か？なんだったら課長やキーヤと一緒に支援課で待機してくれても。心配ご無用です。早めに休ませてもらいましたし、普段より調子がいいくらいです。そうか、うん、顔色も良さそうだな。しかしキーヤがいきなり一緒に寝るとか言い出した時はびっくりしたけど。したいって思ったから。ねえねえティオ、ぐっすり眠れた？ええ、それはもちろん。おそらく絶好調なのはキーヤ分を大量に補給したのが最大の理由かもしれませんね。よかった。なるほどな。確かにキーヤちゃんは最高の特効薬になりそうね。ああ、そうだな。なあティオ、一つだけ約束してくれ。え？昨日みたいなことがあったらすぐに俺たちに言ってくれ。自分一人で溜め込んで無理をするのだけはダメだ。酷な言い方だけど、戦闘の時に倒れられたら足手まといになりかねない。はい、肝に銘じます。私も支援課の一員、同じ仲間でありたいですから。だから私の苦しみも辛さもどうか分かち合ってください、ティオちゃん。お安い御用だぜ。ああ、喜んで分かち合わせてもらうよ。ふえ。確かにこりゃおっさんの出る幕はねえな。確か午前中は薬物を使用した疑いのある市民の聞き込みだったな。ええ、一課の資料も参考に改めて確認してみようかと。それと忙しくなりそうなので、今のうちに他の支援要請なども片付けておくつもりです。そうですね、このタイミングを逃したら市外に出る余裕はなさそうですし。しかし住宅街の証券マンにサーベルバイパーのパシリ、それにアルカンシェルの新米キャストか。どれも昨日の時点で少し様子が変だった人たちね。時間があるならイアン先生の事務所にも行った方がいいだろう。先生から聞いた二人のうち、証券マンは一課の資料にあったのと同一人物のようだが、貿易会社の経営者ってのはまだマークされていないようだ。そうですね、法律事務所にも行ってみます。あとは午後あたりに岩姫先生が成分調査の結果を連絡してくれるはずですけど。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ロイド君、私だ、マインツのビクセンだ。ああ、町長さん、ちょうどよかった。ガンさんの様子はどうですか？それが、そのガンツのやつがまたいなくなってしまったんだ。詳しい話を聞かせてもらえますか？あの後、夜遅くにガンツが目を覚ましたんだが、意識が朦朧としているようで、そのまま寝かせてしまったんだ。念のため私も部屋に泊まって、明日の朝君たちにも話を聞いてもらうつもりだったが、朝目を覚ましたら。なるほど、ホテルやカジノに問い合わせは一応したが、誰も見た者はいないみたいで。ロイド君、どうしたらいいと思う？町長の方はホテルに待機してください。ひょっとしたらガンさんが戻ってくるかもしれません。こちらは聞き込みに出るので、彼のことも気に留めておきます。何かあったらまた連絡してください。わかった、よろしく頼む。ガンツさんがいなくなってしまったの？ああ、
今朝ホテルから抜け出してしまったらしい。自分から消えてしまったのか、それともやはり他の人たちの様子も確認する必要がありそうですね。ああ、妙に嫌な予感がしやがるぜ。どうやら思ってた以上に事態の進行が早いかもしれんな。こちらのことは心配するな。とっとと確かめてくるといい。はい。いってらっしゃい。あ、we'll be right back.
Thank you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 .
We'll be right back.
Thank you.